話に入ってでアニメみたいに途中になんかタイトル画面がなんかこの子やだこの子いいとかそういうので割と盛り上がってくださっててそこが最初あここまで書かなきゃいけないHello! こんにちは。今日は山口さんが来てます。お邪魔します。山口静香です。 LINE 漫画で横の白黒の漫画じゃなくて最近有名になってきている縦スクロールでフルカラーの漫画を連載していました。じゃあこれは携帯のみですかね。そうですね、あのスマホで読んでいただくことを前提として結構作ってるっていう形になります。これパソコンでもアクセスできるんですか。パソコンでもアクセスはできるんですけど、今 LINE 漫画さんだと3話まではウェブでも読めるんですけど、3話以降4話目からはアプリで読むことができます。なるほど。なんでこういうスタイルを選んだんですか。普通 の, あのページ漫画よりこういうスクロールですごい新鮮な、はい。もともとは横で白黒の通常の漫画を描いていたんですけど、ちょうどあのお声かけいただいた編集部さんが縦スクロールフルカラーの漫画を作りたいっていうことでそこで描かせていただくことになりました。じゃあその時まではこういうのは描いたことなかったんだ、はい、あでも趣味でコミコっていうアプリが出た時に縦スクロールフルカラーって新しい漫画の形だな面白いなと思って趣味で何本か書いて投稿したことはあります。そういうのは書いてたからこの LINE 漫画さんで。そうですね、多分そう縦スクロールのを見てあそういうのを書けるんだってそっちで声かかる。いつ頃でしたっけコミコ。もう結構 5,6 年以上前ですよね。そうなんですか。コミコが出たのはそうですよね。韓国とか中国だと結構もう横の白黒よりもこっちの方が割と増えてるんじゃないかなっていう感じは知ってるみたいなんですけど、アメリカとかそっちはなんか前にそのマーベルコミックスとかそう普通の A4 サイズのコミックスがタップしたらこの白いところが真っ黒になる。そのコマだけが見える。タップしたら勝手に動いて次のコマが見える。枠線がない方とかこういう風に浮いてるコマとか、はい、そういうことがもう分からなくなる。画面の位置が関係なくなっちゃう、でこれの方がまだなんか右の方にあるとか。あそうですね、流れはまあ下に行くようにっていう作りにはしたいんですけど、まあ、やっぱ誰が喋ってるようにってこう位置はこう右からこう。それがこの縦スクロールのすごい面白いところだと思ってました。コマ一つずつ読むよりこういう風にちゃんとなんか位置があるから雰囲気が変わる。漫画のそういうところをなんかなくしたら漫画としての良さ的な。そう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 。単純にこのコマそしてタップしたら次のコマ次のコマ、それよりも漫画のいいところが右上にあったから、他の絵より大きかったとか、漫画の良さはまだ守って現代来たかな。自分はどっちの方を描くのが好きなんですか。もうこれだいぶ慣れてるでしょ。ね、はい、もうこれが、まあ、50話くらいで最近完結したんですけど。あれは毎週毎週大変じゃないですか。はい、原作さんがいらっしゃって、私あの作画担当でこれは連載していて、週刊で、まあ、こう縦にスクロールフルカラーなんで。9アプリだと、はい、なんかコインのシステムがあるんですよね。そうですね、1日1話は無料でこう読むことができるんですけど、1日1話以上2話とか3話とか読むとすると課金っていうかコインで買っていただく。ちゃんとゆっくり読んでください的な最初からなんか1日になんか全部読んじゃってなんか、あもう少しゆっくり楽しめばよかったとか。あそういう意味もあるのかなまあでも安いですね。例えばチャプター5クリックしたら Read with 30 coin。 さっきこの動画作る前に買ったんですけど、120円は120 coin でした。だいたい30円くらいになってますね。例えば Read with 30 coin 買ったら、これはどれくらいの長さになってるんですか。一つの話だと、はい、コマは何個くらい。大体50コマから60コマぐらいの間で書いてますね。じゃあ話ストーリー的にそんなに、なんかページ漫画とそんなに変わらないですよ。ページ数大体そうですね、普通の週刊連載されてる白黒の方と多分同じぐらいの、まあ、12から16とか18とかそのぐらい。あちょっと少ないかもしれない。ああなるほど。逆に短い方が電車の中でなんか読みやすいのかな。5分でちょっと最初から最後までの話がいけるように。そうね、縦スクロールはしかもなんかこう結構速度が速いみたいで、みんな
で最初はゆっくり読んでください。最初はなんかこのコマの間とかもあのまだ分かってなかった頃で、最後の方になるともうちょっと開けた方が速度に合わせてもうちょっと開けた方が読者さんが入りやすいんだなっていうんで、ちょっとこの今ここ狭いんですけど、最後の方の輪になるとちょっと開いて、なんかこう一回落とし込んでもらえるかなっていうことで、もうちょっとゆっくり読んでいただくような形には最後の方になってます。漫画の文化、はい、結構長いじゃん、何十年間漫画家さんがいるんだけど、うんうんうん、こういう風になんか新しい読み方ができるのはそんなに文化の変わりはそんなにないですよね、なんかパイオニアっていうか。特に結構アクション系とかファンタジー系の漫画は多いんですけど、あの縦スクロール少女漫画っていう感じのってあんまりなくて、で最初だからちょっと混乱しました。あ、どういう感じで、参考あんまりないから。そうなんですよ、水彩っぽい感じで少女漫画っぽい感じにしましょうっていうお話だったんですけど、確かに色今気づいて色がついてるんですよね。大変じゃないですか、時間がトーンよりかかりますよ ね、 よりはい。でもアシスタントさんにあの下塗りだけはしていただいてたんで、もう本当大いに助かって。でもやっぱ白黒と違って背景とかをきっちりこう色とかも書いて、出た方があのフルカラーは見やすいみたいで、そこがちょっと背景が普段より多くなるんで大変だったかな。なるほど、早速話に入った方がいいですよね。話に入ってでアニメみたいに途中になんかタイトル画面が、あーそうですね、色ついてるし、なんか漫画とアニメのなんか間に来た時代みたい。不思議な感じ、動いてる漫画でもアニメじゃない。なんでアクション系より少女漫画の方が描きたかったんですか。多分もともともうちっちゃい頃読んだのが少女漫画だったんですね。なんかすごいキラキラした世界あるなと思って。キラキラしてなさそうだけど、ちょっとここで切ないシーンですね。恋愛して悩んで、でも等身大の女の子が活躍するのっていいなって。初めてこの縦スクロールの漫画描こうとした時に、はい、なんか一番なんか難しかったことは何かありましたか。漫画ってこう結構ちっちゃいコマはそこまで書き込まれてなかったりすると思うんですけど、もうこれ全部こうここまで見ても2コマこうドーンドーンってなっちゃうように、本当だったらこのコマがこうちっちゃくなってるはず、ね、あまり見えないから別にディテールそんなに入れなくていい。でもうっすら感じ取ってくれればいいなっていうシーンも相当印象にドーンっていうでかいコマで残っちゃうんで、そこが最初あここまで書かなきゃいけない。なんかもうちょっとちっちゃく、なんかそんなさらっと読んでくれていいコマとかも結構印象に残っちゃったりするんで、そのなんか大小の子どうやって緩急つけていくかなっていうのは悩みではありました。今拡大してピクシブ見てる気分になった、はい、クリックしたらそのハイレゾ版が見えるから、なんかたまにアーティストが見てほしかったより細かく見える。こういう縦スクロールの漫画はほとんど色ついてる漫画描いてますか、はい、みんな縦スクロールはもうみんなフルカラーですね。トーンだけのはあんまりないから、トーンのは見たことないですね。そのもともと有名な漫画とかを縦に直す時も色はついてますね。そのパターンもあるんですけど、もう有名でもう売れてた漫画を縦に直すっていう時もフルカラーに塗られてたりします。なんでかな、競争的になんか色がついてないと読んでくれないか、なんですかね。もう多分デジタルだしいろんなところは多分やりやすくなっているけど、逆になんか色つけなきゃいけない。まだ作家からしたらちょっと大変ではあるんですけど、でもう逆に白黒じゃなきゃいけない意味がなくなっちゃったんで。そうね、はい、確かあの印刷の問題の問題だったんで、それがなくなった分、まあ、フルカラーがいいんじゃない、主流になってきちゃってるんですかね。まあ、特にあの少女漫画だと、はい、結構スクリーントーンは役に立つんじゃないですかね。なんかそうなんですよ、雰囲気に簡単につけられる、はい、そうなんですよ。で今の時代だと全部描かなきゃいけない、なちょっと少女漫画とは相性が悪いのかなって思ったところがあってフルカラーのだとちょっと妄想に入ってほしい瞬間ってあるんですね。なのがそれが背景も綺麗に入ってて、なんかリアリティが出たこ、うん、あの色がついてリアルが出たことによって、なんか妄想に入り込めない読者さんって結構いるんじゃないかなっていうのがあって、 あとはもうやっぱなるべく白黒に寄せた方が少女漫画はいいのかなってちょっと思い始めたんで、うん、あのトーンを使って
見たりとかはトーンにちょっと色つけて入れたりとか、なんかこう掛け編みとかもあのそれっぽくしたり。特に気になった、はい、こういう風にグラデーションつけて、はい、このコマに入ってなんか全画面より大きな絵ですね。縦スクロールじゃないとできないですね、はい、ま、漫画の印刷は多分印刷より大きな絵は作れない。そうですよね。でもどんな携帯で見てるかわからないです、わからないですよね。そうなんですよ。これは多分普通の iPhone8 とかより長いだよね、はい、そうですよね。でもそこまで考えずもうざっくり書いてるのも結構長く撮って書いてるんで、うんうん、まあ、こんぐらいかなみたいな。自分で徐々にこんぐらいからグラデーションかけて、なんかこの次のシーンに入り込んでもらおうかなみたいな感じで長さは決めてました。普通 の、 あのページ漫画と考え方は多分全然違いますよね。そうですね、本当にどういう風に見えるか、あのちょっと想像しにくい。なんかどれが見せ場なのかも、もう全部フルカラーでキラキラしてると分かんなくなってきちゃうんで、なるべくもう本当にでっかい見せ場だけドーンってしたりとか、大きく撮ったりとか。この LINE 漫画アプリになってるんで、はい、こういうコメントとかついてて、これは全部読めますよね。はい、全部。なんか前は漫画出して、はい、まあ、何言ってるか多分ネットで検索しなくて、ね、しなかったらわからない、うん、これ直接、いや直接、はい、これはどんな気分に気になっちゃうんですよね、どうしても。結構題材的に荒れる感じの四角関係とかの話だったんで、割とこうコメント欄はなんかこの子やだこの子いいとかそういうので割と盛り上がってくださってて、原作さんがいらっしゃって作画担当だったんで、うんうんうん、お話の展開ってその先ほぼほぼ知らなかった、あの子が嫌だこの子がいいっていうのを見ながら、どうやって見せていけばもっと好きになってもらえるかなとかいろいろ考えてましたね。見せ方もちょっと気をつけなきゃかなとか、ちょっとまあへこんだりとかもして、結構なんか前の時代より直接感が、うん、ダイレクトに。そうですね。結構匿名っぽい感じなんで、みんなやっぱり今その時思ったなんかイライラだったりが直接来るんで、私も直接こう来てあーってなるときはちょっとありましたね。あとはそのああいうキャラクターはちょっと気持ち悪いとか言ったらじゃあわざと次のエピソードにもっと気持ち悪くしてるとかああいうでもああいうことはできる、反映することはまあできると思うんですけど、なるべくね、キャラとかはもう原作さんがいただいたそのままを描けるように、でそれをもっとよりよくできるようにとかって感じです。あんまり時代が本当に変わりましたね。じゃあ皆さんは山口静香さんの漫画を読むなら LINE 漫画のアプリですね。はい、と台湾配信も始まりまして、うん、Webtoon っていう、 Webtoon、 それはパソコンで見えるものですか？そうですね、パソコンでも読めますし、多分スマホでも何でも、でも見たら同じ風にスクロールで読めます、ね、これのもう台湾バージョンになってます。本当に綺麗ですね。 ありがとうございます。ホームページ頑張ってワードプレスで作ったんで、よかったら見に来てください。ブログできれば毎週のように更新しようと思ってるんで、じゃあぜひみんな LINE 漫画とか Webtoon で読んでください。あの山口県と一緒の漢字で、静香がひらがなで、 Twitter やってるんで、ぜひぜひフォローしてください。お願いします。お願いします。他の動画にもいますので、ぜひそれも見てください。プレイリストとかでクリックお願いします。登録お願いします。バイバイ。